そんな中でそういう、いってみれば経営者としてのテストに合格して、はい、うんうん、まあぎりぎりで合格したんでしょうね、うんはい、不合格だったかもしれませんけども、<laughs> 分かりませんそれはそうして本社に戻ってこられた後、はい、副社長、えー、そして社長に、はい、え今から4年前ですか、そうですね、3年まあ、4年目ですからね、今ね、はいまあ、これからどんな未来を描いて、今、進んでいらっしゃるのか、その話を聞てください,、はい。そうですね、あのーまあ、会社が ちょうどですね。まあ、0億近くなってきまして。で、まあ、もともと、そのね、あの創業者の祖父が始めて、歴史、はいはい、が。大きく、まあ、大きくしたのは父ですから、して。で、それを引き継いだ形でですね。はい、やっぱり、親の七光りという部分が非常に、こう、強い中で。まあ、やってるわけですね。で、その中で、その、どうしていくかと、こう、日々考えてるんですけども。やっぱり、その。僕は、どっちかというと。 社員ありきなんですよ。考え方が。まあ、こういうことを言って、まあ、このことを聞かれたら、お客さん怒られるかもしれませんけども。その顧客第一主義よりも、やっぱ社員第一主義じゃないかなと思うんです。結局。お客さん大事にしろ、お客さん大事にしろ。って言いながら、社員を大事にしなければ。絶対お客さんなんか大事にしないんですよね。で、逆に、社員を一生懸命大事にしてれば。 その会社になんか行きたくないこの会社でずっと働きたいんだとじゃあこの会社にいるためにどうするのかっていうとそれはお客さんから高い評価を得るしかないんですよ彼らは。そうすると自然にお客さんに一生懸命頑張るわけですよ一生懸命。 でこれが一番いい循環流れなのかなと思うんですね。まず経営者が社員を大切にし、社員がお客さんを大事にすると、そうすることで評価が戻ってきてということなんですね。そうです。僕はあの年にですね二回あの夏とそれから年末にですね得意先をだいたい400件ずつ回るんですよ。社長ご自身が自分でお世話とお中元を持ってあの得意先を回らせていただくんですね。約一ヶ月かけて巡業するんですけども。 まあ本当にあの寅さんみたいな感じで,でその時に特急先訪問者僕必ず聞くことがありまして、はい、あの私どもの担当は、はい、あのきちっとお役立ちできてますでしょうかって僕聞くんですよ。はい、で聞くと「はい、いやもう誰やさんのね、はい、あの担当の何々君は」って言っていただくのが一番嬉しいんです。でそのことを社員知ってるんですよ。はい そうすると聞かれてやっぱりいやお宅の社員はねこうで約束守ってくれないと言われると彼らのとってマイナスになりますからやっぱり彼ら一生懸命頑張るというのがありますんでまずはやっぱりあの社員第一主義ということで、まあ、今はですね あの業務含めて、はい、まあいろんなこう無駄な業務とかありますよねそれはやっぱり適正な時間と適正な労力できちっと業務が遂行できるように、はい、例えばそのコンピューターシステムでありますとか、はいはい、就業規則の問題とか、はい、もろもろ含めて一生懸命改善はしてますでそれがやっぱり何ですか、えー、社員にとっては長く働きたいそれから大事にしてもらっているとかそういうのがありますんであともう一つやっぱり 得意先に対してなんですけども、はい、その我々美容の卸売業じゃないですか、うんうん、でいろんな業界見ますと、はい、卸売業っていうのは淘汰されてきてきます、はい、要はそのな卸売業はいらないんじゃないかと、はい、例えばメーカーさんから直販があったりとか、まあ、いろんな編成があってあ<ー>で美容業界もそうなってくるだろうと実際思います。はい、そそのの中で例えばその 美容の卸売業はいらないけどもやっぱりダリアっていう会社は必要だよねと言われる会社にどうなっていくかっていうのがやっぱり一つの大きなテーマだというふうに思ってるんですね。はい、そのためにはええー、そのためにはやはり <coughs> 我々その物流業者ですから、はい、やっぱり物流をしっかり確保しないといけないと。はい、やっぱりその卸がなくなったとしても物は絶対動くわけですからやっぱりその決められた日に、はい。 その決められた数だけきちっと届かないと物は動かない運営できないです美容室はですねですからやっぱその部分ではやはり物流っていうのはしっかりしていかないかんっていうのは必ず残りますよねそれからやはり教育ですよね我々美容室は絶対教育なくしては語れませんのでやっぱりその美容室が常に新しい技術それからデザイン力それを身につけて でまたのお客さんにやっぱり喜んでいただくためには我々がそこをその美容師さんが直接動けませんので我々がそこをいろんなところから持ってきて美容室にいろいろ提案していくと、はい、それから美容室も業態が変わっていきますどんどん。例えば昔はパーマ屋でしたけど今はヘッドスパがあったりとかメールもそうですしそれで業態がこう変わっていきますので美容室の業態開発 この部分でも我々はいろんな情報提供からコンサルテーションまでやっていかないかんでしょうしまあ要は、美容の卸売業から我々は美容の総業サービス業とか美容の総合商社という形でですね、どっちかというと美容室に対するコンサルテーションという機能がですね、やっぱ強くなっていかなくちゃいけないのかなというふうには思っています。